グー真由美容疑者は先月15日マンションの一室で知人の美濃浩二さんの腹部を刃物で複数回刺し殺害した疑いが持たれていますグー容疑者は事件から1週間後に美濃さんの部屋を訪れて自ら警察に通報していますが周辺の防犯カメラには通報前のグー容疑者とみられる姿が映っていましたフードをかぶってマンションの方に歩いていくと およそ15分後に戻ってきますスマートフォンのようなものを触りながら再びマンションに向かうと5分後にはパトカーがやってきます捜査関係者によりますとグー容疑者は通報した日より前にもマンションの入り口まで訪れていましたがその時は部屋には入らなかったということです警察は様子をうかがいに来た可能性もあるとみて捜査を進めています